髪の毛はすぐ伸びてしまいますよね。私もいつも気づいたら伸びてしまっています。伸ばしてメンズヘアに挑戦しようかなと考えたこともありましたが、伸ばしてメンズヘア、伸ばしてウィメンズヘアじゃないの？やはり面倒くさくなって切ってしまうことがほとんどです。先日合唱祭があったため伸びきってしまった前髪を切りました。ですが勢い余りすぎて切りすぎてしまいました。なんで大切な日の前にと思いましたが、頑張ってアイロンなどを使いギリギリ眉下にできました。本当に良かったです。皆さんもこのように大切な日の前日にハプニングが起きたことはありますか？よければ教えてくださいということでいただきました。ありがとうございます。いやあるよね、まあ、ちょっと気合入っちゃってね、気合入っちゃってね、いやそういうねあるよね、うん、何かの前日ではないんだけど、うん、眉毛を、うん、形みたいなのをちょっと整えたらやってたんだけど、その長さを整えたらやってなくて、うん、長さをちょっと今度もうちょっと短くしてみようかなって、はいはいはい、短くしたんだけど、うん、したんだけどさ、うん、全然伸びなくて、うん、ちょっと不安今。あ、今？そう、今これちょっと短めになってんだけど、うん、まあ別に、まあ、そんな別に変じゃないと思うんだけど、そうね、でもまあ切る前よりは薄くなってて、あ、でも確かに、うん、その外側ってこと？ここら辺とかね、内側の方がなんか濃い気がする。そう、うん、その差が出ちゃって、確かに確かに、あれ大丈夫かなっていう俺もね全く同じ感じになる。この短くすると外側がやっぱ薄くてなくなっちゃう。へえ、うん、まあ、伸びたね。伸びる。じゃあよかった、大丈夫だ、うん、俺もなんかこの前日に美容室行って、うんうん、髪切ってさ1週間ぐらいが一番調子よくない？なんかあ、まあ確かにね、その配分を間違えて、うん、近いタイミングで切っちゃって、なんか違えなってなったことが結構何回も。あ、俺小学校のあれはなんか卒アルだったか個人写真かなんか忘れたんだけど、うん、それを撮る前直近ぐらいで、まあ、当時あのカトゥーンっていうジャニーズのグループがいて、ギリギリでいつも来ていただいたんだよね。 それに俺は当時憧れてて、うんうん、坊主の人がいたのよ。その人に俺は当時憧れてて、うん、個人撮影 その写真撮影の、まあ、割と本当に3日前にマジ坊主にして、うんね、すごい眉毛がこうなってて、それにやっぱ俺もインスパイア受けてるから、うん、初めてその小学校その撮影の前にこうやって眉毛剃ってしたら、ね、思ったよりもなんかジャキンってなっちゃって、うんうん、やらかしたまずなったのと、あと3日前もうほんと数日前、もう取り返すかね、前日とかもはや。あと俺そのなんていうの、このつむじがこうなってて、はいはいはい、藤みたいになってるんだけど、前髪のこの坊主ラインはまっすぐの方がかっこいいと当時思ってて、うん、それをどうにかしてこの三角形のところを沿ってまっすぐにしようとしたの、うん、したらまっすぐになったんだけど、うん、青い三角形みたいなのがここにできて俺小学校の卒アルここに青い三角形がある変な眉の坊主で髪切るの良くないよね、やっぱその、いやでもなんか切りたくなっちゃう気もあるじゃ ん、うん、はい、慣れないことするのは良くないんだよね、なんかやっぱそうだね、直近と同じ感じに切った方がいいんだよね、やっぱね変えない方がいい、うん、やるならしかも半年ぐらい前からちゃんと着々とやんないとねそうだね、準備して、うんうんうん、急に坊主になるね、うん、そうね、普通に髪長くて黒髪で普通の顔してたやつが、うん、写真撮影の突然超不良みたいな坊主になってそれからでも誰やねんっていうね、まずねその写真見返してさ誰っていう